まだあるね、コーナーがね。いくら僕に負けても、僕は君を見捨てないよ。うん。ありがとう。うん。僕は君に一生ついてくよ。うん。一生勝てない、けどね。いや、待って。一個勝ってるよ。何何？結婚してるから。結婚してるから。それ、結婚してると勝ちっていうのはどうですかね？ステレオタイプな意見だと思いますけどね。それを勝ちっていうのは人生浅いよな。それ明確な勝負じゃないよね、人生としての。結婚してるから勝ち？それおかしいよね、うん。それはさ、お互い結婚したくて、一、うん、人の女性に対してお互い結婚したくて、で、どっちかがその人と結婚するなら勝ちなの分かるよ。うんうん、なるほど、うん。でもそうじゃないよね。うん。勝負は EX ラブの青空争奪戦で終わったよね。そこを勘違いしないようにね。まあ、いかに自分で中で慰めするのかは勝手だけど、放送で言うときはやっぱりそこわきまえてこようなよ。よくもまあそんな、つらつら包丁持ってくる可能性があるな。懐かしいスマブラの煽りプレイ。あのね、僕らの地元では、もう口プレイメインなんですよ ね、スマブラって。うん、で、いかに相手、手の心を口で折るかが。折るか、笑わせて手元狂わせるか。それが、そう、勝敗に直結してるから、今のがデフォルトだよね、地元のスマブラプレイは。実力勝負ではないよね。実力ではない。スマブラ64とかだって、ファルコン相手に絶望的なダイアグラムでしょ、ネス。そうだからまともにやったら絶対勝てないから。でも、うん、もう、坂本のネスには全然勝てないんだよね。だから、ゴーの前に、おい、N 君来て、N 君来て、N 君来て、あのね、マジで、ほんとこれ聞いて、これ聞かないと損するからって言って投げ入るんで。マジマジマジで、みたいな。戦うか。ダメだぞ。だからモテないんだぞ。ほんとお前の台所なんもねえな。包丁一本入ってるはず。一本じゃ足りねえんだよ。だって他何もないもん。まな板も白いやつあるよ。ちっちゃい、あの、プラスチックみたいなやつ。役に立ったね。100均のやつあるよ。料理しないからさ、ほとんど。鶏肉切るぐらいだから僕やる。坂本と俺とギャルゲーと、まあ、服とワイシャツと何がしみたいなね。恥ずかしいね。中岡とやっぱり僕といえばギャルゲーのね、青春捧げてきたところあるんで。まあそうだよな、その通り。懐かしいんだよな俺。中学までは普通に生きてた悪っぽい奴らとも仲良かった。これは中岡の話です。東京生まれヒップホップ育ちで悪そうな奴は大体友達だった。イエーイ。ドラゴンアッシュ長岡さんですが、何が悪っぽいやつだとも仲良かった。前に話に出た親友っていうのが、ちょっとこう不良系の中の一人で、もうそれともこうやっぱり親友、昔からの仲だから、悪グループとも仲良かったし、先輩の悪グループのドンみたいな人とも仲良かったから、いろんな人との交流がね。何マウント取ってきてるわけ。そんなの、あ、それがだから何なわけ。それがだから何を言いたいわけ。まあまあまあ友達多かったよね、うん、僕はそういう人たちと全く付き合いなかったけど、だからなんだわけ。あら残念だね。あなた明確にどっか所属してないだけでしょ。結局前から気になってたけど、明確にどっかのグループに所属してないよね。そういう、うん、フラフラしてたでしょ。そうだね、今日はあの人、うん、今日はあの人、うん、今日行くとこないから教室みたいな。じゃあ単に居場所がどのグループからもはみられてた可能性もあるよね。ちょっとあるかな。あるよ。絶対そうと思うよ。挨拶してただけなんじゃない。話せるだけっていう。まあ、その、いいけどね。課題評価するのはね。自分の過去を。高校に入ってから坂本のゲーム屋でソフトを買って道を外れた。そう。それまではもうその、ちょっと悪グループと友達だったり、うん、いろんな人と友達だったりしたんだけど、うん、このね、坂本ゲーム屋っていうのがね。そんなゲーム屋を開いた覚えはないけどな。俺だけなのかな。商売は、うん。うん、中岡に、その、ゲーム、まあ、ソフトって言ったらソフトだし。うん、ソフト買ったよ。まあ、売ってたよね。うん、買った。破格の安値で売ってたでしょ。だから当時1万円ぐらいのフルプライスを。そう。1000円とか。2000円とかね。あ、2000円か。うん。さあ、2000円で売ってたよね。うん。そうだ。そうだね。あ、それは食いたいんだ。もう全然もう。俺の人生をもうそう綺麗に変えさせていただいて、もう今の自分をこう形作ってくれた血となり身となり肉となりみたいな。ギャルゲーが？その通り。説明な。じゃあ行きますか。おお、はい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 。いや、やっぱりこれだよね。人生の一番の転換点。語るとこあるね、カノンは。うん。2000円で売ったかな。なんかすげえ面白いゲームあるからやるみたいな。うん。うん、で当時ねパソコン
初めて手に入って、はい、パソコンどんなのあるんだと。そうしたら坂本がこれ面白いからぜひやってみて2000円みたいなそうだね、人生観を変えたゲーム、ゲームで初めて泣いた。これね今までさ、まあ、いろんなねファミコンだのスーファミだのプレステだのいろんなゲームやってさ、ゲームで泣いたことある？結構あるよ。なんでよ？ドラクエとかでも感動したしやっぱり。あでもそれはあれでしょ、ファイナルファンタジーもやっぱり感動するとこ多いよ。ガラフが死んだとことかでしょ、定番の。クロノトリガーでクロノが復活するとことか。あ、クロノトリガーやってない。あ、やってないやってない。まあでもいいんじゃない泣いたのはでもこれあのあれでしょ、泣いたって言ったってどうせちょろちょろっとなんかスズメの涙みたいなのがペロッと出ただけでしょ。まあそうだね、うん、これはもう涙腺ゆるゆるの滝のようにダー泣くから